こんにちは、隙間授業チャンネルです。今日は日本一高い地下鉄、京都市営地下鉄がさらに値上げを検討している理由とは、というテーマで話していきます。世界的な観光都市京都を走る京都市営地下鉄は、2022年現在日本一運賃が高い地下鉄と言われています。しかし京都市営地下鉄を運営する京都市交通局はさらなる値上げを検討しているようです。具体的には現在初乗りの220円の運賃を30円ほど値上げして250円ほどにしようとしています。参考までに他の都市を走る地下鉄の初乗りを見てみると、大阪メトロは180円、東京メトロは170円、神戸市営地下鉄と横浜市営地下鉄は210円となっているので、値上げが実現すると飛び抜けて高い運賃になることがわかります。日本のことであり、政令指定都市で人口も多いはずの京都の地下鉄でどうして値上げが必要なのでしょうか。普通利用客が多いエリアを走っていれば地下鉄の料金は安くなります。その証拠に全国に路線がある JR でも大都市の方が割安で乗車できる料金設定になっています。しかし京都市営地下鉄は140万人以上の市民と京都を訪れる観光客に支えられているにもかかわらず、値上げが必要と言っています。市民もこれには悲鳴を上げており、すでに日本一高いんだから値下げをしてほしいぐらい、という人もいます。ということで今回は京都市営地下鉄がなぜ値上げを検討しているのか解説していきます。値上げをしなければいけない理由1、地下鉄の建設費が高すぎた。日本一高い地下鉄京都市営地下鉄が値上げをしなければいけない最大の理由は、地下鉄の建設費が高すぎたことです。京都市営地下鉄には烏丸線と東西線という2本の路線が走っているのですが、その中でも東西線の建設コストが他の地下鉄と比べるとありえないぐらい高額でした。一般的に地下鉄の建設コストは 1km あたり150億円から300億円と言われています。京都市営地下鉄東西線の路線距離は約 17km なので、この計算でいくと2550億円から5100億円あれば建設できるはずでした。実際に計画段階では2450億円だったので、平均よりも安く建設ができる予定でした。しかし完成してみると倍以上の5500億円以上の費用がかかってしまったようです。どうして予定よりも倍以上の建設費がかかってしまったのでしょうか。理由は2つあり、1つ目は工事期間がバブル期に重なったことです。京都市営地下鉄東西線の建設が行われた頃はまさにバブル時代で、建設費用も高騰していました。しかし計画にはバブル時代による建設費の高騰などは計算に入っておらず、結果的に予算を大幅に超える費用がかかってしまいました。そして2つ目の理由は、京都という土地柄、埋蔵文化財が多く埋まっており、地下鉄建設前に発掘調査が必要だったからです。発掘調査が必要なことは計画段階で分かっていたんじゃないの？そう思った人も多いと思います。確かに事前の発掘調査が必要なことは分かっていましたし、そこは予算に組み込まれていたと思いますが、想像以上に時間がかかってしまったようです。時間がかかるということは、それだけ人件費や調査費用も必要になるので、建設コストが増えていきます。そもそもの試算が甘かったといえばそれまでなのですが、京都には想像以上に価値ある埋蔵文化財が埋まっていたということです。おそらくまだ発見されていない文化財もたくさん埋まっていると思います。バブル時代に建設してしまったこと、想像以上に埋蔵文化財が多すぎたことが原因で、京都市営地下鉄東西線の建設コストが高くなってしまい、今もこの建設費用を返済しています。値上げしなければいけない理由2、
想像以上に東西線の利用者が少なかった。日本一高い地下鉄、京都市営地下鉄が値上げをしなければいけない2つ目の理由は、高い建設コストをかけたにもかかわらず、想定以上に東西線の利用者が少なかったことです。計画当初は、東西線全線の1日の利用者数を18万4000人と想定していましたが、未だにこの想定人数を超えたことがありません。このような状況から、2008年に日本の地下鉄事業者で初となる経営健全化団体に指定されました。経営健全化団体って何？わかりやすく教えて。という人のために簡単に説明します。経営健全化団体とは、大きな赤字を抱えた地方公営企業のことで、民間企業でいうと倒産に近い状態を指します。具体的な基準としては、すべての収入を合わせた金額を 100% とした場合、経費が 120% を超えた時点で経営健全化団体に指定されます。つまり100円を稼ぐために119円の経費までならギリギリセーフですが、120円の経費がかかってしまうとアウトということです。経営健全化団体に指定されると、総務省の管理下に置かれ、職員の給与カットや経費の大幅削減など、健全な経営状態になるまで厳しい改善を強要されます。京都市営地下鉄は厳しい改善を乗り越えて、2015年に開業以来初めての黒字を達成。2017年には経営健全化団体を脱却しました。それ以降は外国人の観光客も増え、順調な経営を続けてきたのですが、ある出来事で一気に経営危機となってしまいます。値上げしなければいけない理由3、感染症が世界を襲った。先ほどある出来事で一気に経営危機になってしまったと言いましたが、そのある出来事とは新型コロナウイルスです。この数年、京都市営地下鉄は順調に経営を続けていましたが、それは外国人観光客の増加によるもので、観光客が全くいなくなってしまった2020年、2021年は厳しい状態に戻ってしまいました。でもそれはどこの鉄道会社も同じじゃないの？と思うかもしれませんが、値上げしなければいけない理由1でも説明したように、京都市営地下鉄には東西線の建設費の返済という重い借金を負っています。他社も建設費を返済しなければいけないという状況は同じですが、京都市営地下鉄ほど重たい借金でもありません。この数年はずっと黒字だったので、ある程度の内部留保はあったと思いますが、それも微々たるもので、とても収入が減った分をカバーできる金額ではありませんでした。感染症については、少しずつ落ち着きを取り戻し、京都に観光客は戻ってきていますが、それでも2019年以前のような賑わいはなく、外国人観光客が戻ってくるのもいつになるか分かりません。観光客がこれまでのように戻ってくれば黒字に戻るかもしれませんが、その間も借金の返済をしなければいけないことを考えると、再度経営健全化団体に指定されるのは時間の問題と言われています。以上が値上げしなければいけない理由です。まとめると、地下鉄の建設コストが高すぎた、想定以上に東西線の利用者が少なかった、観光客の利用者が減ったという3つの理由が重なり、京都市営地下鉄は値上げを検討しなければいけない状況になりました。値上げをすることで若干の改善は見込まれますが、それでも完全な黒字に戻すのは難しいと思います。しかし京都市営地下鉄は民間企業ではありません。潰れそうになったら京都市が助けてくれるだろうと考えている人も多いと思います。実際に京都市民もそう思っている人が少なくありませんが、実は京都市も大ピンチを迎えています。京都市は助けてくれないのか。実は京都市も財政難の危機が迫っています。具体的には、市の借金ともいえる市債の残高が1兆3000億円を超えています。
このままの状態が続くと、以前財政破綻した北海道夕張市と同じ道をたどることになると言われています。政令指定都市が財政破綻なんてありえないと思うかもしれませんが、早ければ2028年には財政破綻すると言われているほど危機が迫っています。どうして京都市が財政破綻の危機にあるのでしょうか。その理由の一つは、先ほども説明した東西線の建設費なのですが、それ以外にも京都市の税収入が少なすぎるという問題があります。普通人口が多ければ住民税がそれだけ増えるので税収が増えるのですが、京都市は他の政令指定都市に比べて住民税の収入が少ない状態です。理由は京都市内にたくさんの大学があることに関係しています。大学と住民税の何が関係あるの？と思った人も多いと思いますが、大学生は住民税が免除される収入しか稼がない場合がほとんどなので、大学生が多ければ多いほど住民税が減るということにつながります。仕方のないことではありますが、京都市としては学生の割合を減らして住民税をしっかり払ってくれるサラリーマンを増やしたいと考えていると思います。さらに京都市は固定資産税の税収も少ない状況です。これは古都の景観を守るために高層ビルの建築を制限しているからです。高いビルになればなるほど資産価値が高くなり、固定資産税も高くなるので、景観を守りたい反面、高層ビルの規制をなくしたいと考えていると思います。さらに寺院やお寺など宗教法人は宗教活動に関するものは非課税となるため、ほとんど税金が取れません。これらのことから京都市は人口は多いのに税収は少ない状況が続いており、このままでは財政破綻してしまいます。このような状況の京都市に京都市営地下鉄が助けを求めても助けられるはずがありません。なので京都市営地下鉄は自力で復活しようと値上げを検討しているのです。値上げは早ければ2023年には行われるそうです。さらに京都市営地下鉄と同時に京都市営バスの料金も値上げされると考えられます。京都市民からしてみれば日々の支出が大きく増えるので、もしかすると何かしらの割引制度が用意されるかもしれませんが、今の京都市、京都市交通局の状況を見る限りそのような余裕はなさそうなので、割引制度実施の可能性は低いと思います。今回の内容はあくまでも個人の予想と調べられる範囲での内容なので、間違った情報があるかもしれませんがご了承ください。このテーマについてあなたの考えをぜひコメント欄で教えてください。この動画が参考になりましたら、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。